柔道、角田夏美体操、森光る可憐なドレス姿でプレゼンターに、シゲキックスと光の祭典に感激パリオリンピックでの活躍が記憶に新しい柔道、角田夏美選手、SBC 湘南美容クリニック、ブレイキンのシゲキックス選手、第一生命、体操、森光選手、時代インカラミ、金沢学院大学クラブ、が16日、 東京、聖徳記念絵画館で行われた、東京ライツ2024表彰式にプレゼンターとして出席した。動画、ドレス姿で登壇した角田夏美と森光、爽やかコーデのシ h キックス世界のトップ映像クリエイターが競う、プロジェクションマッピングの国際大会。ファイナリスト18作品が聖徳記念絵画館に上映された。 可憐なドレス姿で出席した角田夏美選手と森光選手。森選手は建物が動いているかのようで見入りました。角田選手は光と音の融合性に感動し心を動かされました、と目を輝かせた。爽やかなブルーを基調にしたセットアップで出席したシゲキックス選手は、ダンスも音楽とのマッチが重要で、その共通点が見つけられました。 ブレイキン、ダンスの大会のオープニングでプロジェクトマッピングがあったらいいなと思いました、と想像を膨らませた。